ていけばセンターの英文なんて、まあ、誰でもね読めるようになるんです。特にあの一文不要のやつね抜いてくださいってやつは本当に苦手な人が多いので、どの順番で解いたんですか？あ、それはねよくあるし、よくある。参考書とかありますよ。じゃあ予想しますか、どれが解かれるか。ハローだよ、始まりました、おもちゃチャンネルです。今回はですね、日枝先生にですね、こんにちは、お越しいただきまして。どうもこんにちは、日枝です。だいぶ経ちましたけど、ですね、このチャンネル始まっただいぶ最初の頃に出てます。そうなんですよね、実はこう1本目の、はい、ちょっと盛りました今。1本目でしたっけ？2本目か3本目ぐらいの動画に実は出てるんですよ。なので皆さんぜひ遡ってですね見ていただければいいかなと思います。いや、貼っておきます、ね、はい。2本3本ではなかったと思いますけど。ではですね、今回ですね、まずセンター試験、お、もう最後のセンター試験ということで、はい、それの対策をちょっと聞きたいなと思うんですけども、はい、何やったらいいですか、センター試験。まあ、そもそも普通に文法をやって単語をやってこういうことをしっかりと積み上げていけばセンターの英文なんて、まあ、誰でもね読めるようになるんですよ。だから、ね、対策言う前にね、ちゃんと単語と文法をやってくださいっていうのがまず、まあ、一番言いたいところですね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう。あ、大丈夫ですか、カットですかこれは。カットじゃない、やってこなかったんだよ、うん、今まで。なんとかしてくれよっていうと思うんで、その人はね、まあ、もう1年頑張ると。いや、センター終わっちゃう。センター終わっちゃう。だから対策いらないですかね、センター終わりますからね、はい、ということですけれども、まあそうですね、まあ、まず大問1の発音アクセントに関しては、結構やっぱ手薄になる人が多いんですけれども、まあ、最後ちょっとこう詰めていく中で、点数をね、最後積み上げやすい場所かなと思います。はい。何したらいいですか？そうですね、まあ、いわゆるあの一般的な発音の参考書みたいなものがあると思うんですけれども、その中で、ね、カタカナ語で間違いやすいものであるとか、まあ、よく狙われやすいものであるとか、まあ、そういうところだけ最後にね、しっかりと確認しておくだけでもだいぶ違うのかなというふうに思います。はい。ルールは？ルールは、これはね、賛否両論あるんですが、俺は実はあんまりルールは好きじゃなくて、そもそもルールを覚えるのがめんどいんですよね。10個ぐらいメジャーなルールを覚えておいて、あとは、まあ、普段の学習の中からやっぱりアクセントとか、発音をしっかりと覚えておくことかなと思います。なるほど、はい、じゃあ今の斉藤先生ディスったってことでいいですか？いや、発音アクセントはね素晴らしいルールがありますから皆さん頑張りましょう。はい、じゃあ続いて第2問ですか。第2問は、まあ、過去問やっとけって感じですね。おー、あんなのね言ってしまえばね、まあね誰でも解けますよ、簡単簡単。棒読み感がすごい。じゃあ、はい、そんな中でもちょっとわらをもつかむ思いなんだよわらわわっていう人に。ああ、そうですね、まあ一番あん中で差がつくとすると、まあ、並べ替えの問題なんですよね。まあ、なんで、まあ、ちょっと不安な人は並べ替えの問題の参考書とか、あとは過去問の中からね並べ替えの問題だけピックアップしてやるっていうのは一つ方法かなと思います。じゃあ予想しますか、どれが問われるか。これで当たったらだってね、あ、これ当たったらマジか、冷えだ神みたいな感じでさ。ああ、なるほど、これ神っすね、当たったら一気に。まあそうっすね、まあ言ってしまえば、まあ不定詞出ますね。不定詞は出ますよ。並べ替えでいいですか、並べ替え不定詞。並べ替えで不定詞が出る。不定詞を使う並べ替えが出る。お、予言しました。これはね、出そうな気がしますね。6つの中からの3つ選べるのは何かあります？あれ、ね、はい、いやー、あれはね実は結構やっぱりその細かい動詞の使い方とか語法を知らないとね、あの引っかかるような問題が多かったりするので、結局はまあ文法をねしっかりとやっていくっていうところになるかなと思いますけれども、まあ一個ずつねしっかりとこう前後つながるものをね選んでいくということと、あと文脈でね選ぶ問題が出るので、内容的にこっちみたいなものが出たりするので、まあ、少し過去問とかでもし見たことのない人がいれば確認しておかないとダメですね。じゃあ続いて、嫌いだ嫌いだってみんなが言う、大門さんはねやばいっすね。特にあの一文不要なやつね抜いてくださいってやつは本当に苦手な人が多いので、まあ、当然過去問とか追試とか、あと、まあ、各ね、予備校が出している、まあ、センター対策模試みたいなものの過去問とかを解く中で、まあ、練習していかなくちゃいけないんですけど、そもそも大門さんって何が求められてるかっていうと、まあ、簡単に言うと論理なんですよね。例えばその寂しいよ寂しいよね、そうや、ロンリー。はい、作りましたね、ちゃんとね。あ、ロンリー、ロンリーね。アローンと間違えるやつね。関係ないからね、びっくりしたよ。はい。
論理って結局のところ、まあ、文と文がどういうような意味関係でつながってるのかっていうところと、まあ、段落と段落がどういう意味関係でつながってるのかっていうところにざっくりというとね集約されるので、まあ、そこをしっかりとね、まあ、意識するっていうところが大事かなと思いますけれども、まあ、やっぱり練習じゃないですか。うん、あとはね単語と文法ちゃんとやれってことですよ。うんうん、そもそも読めてないやつが多すぎるんですよ。本文読めてないのにね問題を解こうなんていうのがねおこがましいんですよ。本当に人生とかやりた方がいいですよ。今はカットにしましょう。はい。4ですね。落ち着いて読みましょう。おお。結構なんか俺がよくやっちゃうのはこう図表を読み間違えちゃうみたいなことが、はいはいはい、まあ先生でも時々あったりするので練習するしかないんじゃないですか。ちゃんと、うんうん、類題なんですよね結局はね。どんだけ類題にたくさん触れるかっていうところがでかくて、特に大文4に関しては、まあ、過去問たくさんあるので、まあ、比較的練習すれば解きやすくなるのかなと思いますよ。まあ、広告みたいなやつとか、広告みたいなやつは、まあ、とにかくその広告のね上に書かれている情報と例えばこう真ん中に書かれている情報とかね真ん中と下の情報とかなんか複数の情報を組み合わせて解かなくちゃいけないこともあるので、まあ、その辺のまあ傾向っていうのを自分で掴んでおくっていうことをねやっておくといいんじゃないでしょうか。そうですね、トイックっぽいやつですね。トイックっぽいやつですね、うん、やす5、はい、まあ、5はね特にないっすね。なんなら6も特にないっすね。まあ、あの辺は完全にもう読めるかどうかっていう話になってくるんで、まあ、普通に読めっていうところですかね。はい、なるほどね。ただまあ大文5って結構その、まあ、最近ね意外性のある内容が出てくるので、ね、これ何の話だみたいなのがやっぱりこう後ろで分かるとか、まあ、ひどい時には一番最後にね、お前夢落ちかよみたいなやつとかもありましたよね。ふざけてんのかみたいなやつもあるので、まあ、結構ちゃんと全部読んでから解くっていうところが大事かなと思います。あの6っすか。もう6は特にないんじゃないですか。長文総合問題ですからね。6のコツってまあもちろんその基本的には各段落ごとにそれぞれの設問がついているような感じになっているので、まあ、どこを読めばいいかっていうのは結構明確なんですよ。となるともう普通に読めるかどうかの勝負になってくるんで、まあ、単語と文法ちゃんとやれっていうことですかね。単語と文法ちゃんとやれ、そこしかないじゃないですか。英語の勉強なんて極論言うと文法のルールを理解し、あとは言葉のね語彙力を増やしていくっていう当たり前のことをやるっていうのが一番実は手っ取り早い対策だということですよ。どの順番で解いた方がいいですか。あ、それはねよくあるですよね。よくあるじゃないですか。はい、どの順番で解くべきかね、好きにしてください。どれからでもいいです。なぜかわかりますか。解けるやつは全部解けるんですよ、どっから解いても。ただ一応1から順番に解いていくのがいいかなと思います。例えば、うん、発悪とか文法とかってもう分かんなければ分かんないんで、ある程度時間区切ってそこまでで解けなかったらもう次に行っちゃった方がいいんですよ。で後ろのねやっぱり長文の方ある程度、まあ、時間かかりますから、まあ、そっちの方しっかりとね、配点高いですからね、時間かけられるような、まあ、時間配分でやるのがいいかなと思います。配点考えろとかってよく言われるじゃないですか。はい、だから配点すら分からずに受けてる人とかいますもんね。なるほど。じゃあまずはね配点を見ましょう。まあでも発音アクセントとかやっぱり一個一個の配点低いですし、まあ、文法もまあ4択問題は基本的に配点が2点になってますね。ただ並べ替えの問題とかね4点とか5点とかになったりして、これがまあ実はよく見てみると、まあ、読解の問題とあまり点数配分変わらないんで、うんうんうん、まあ、結局は全部ちゃんとねまんべんなくやろうというところになるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、そうですね、後ろ後半にね行った方が高いですからね。ですね。いましたよ、だって同級生でももう英語が超苦手だから大問1大問2一切解かないって言ってました。全部3、4、5、6しか解かない。それはなかなか斬新なやり方ですね。どうせ分かんないんだから知識なんかないから。いやでもね、書いてあることを理解するために知識がいるんだっていうね、そう、その通りです。そこ一体どうするのかっていうツッコミあるんですけれども、まあ、皆さんそれぞれ自分に合ったストラテジーでセンター試験に臨むことをお勧めします。参考書とかあります？おすすめ、おすすめの参考書、そのセンターに向けてってことですか。そうそうそう、過去問いい、過去問以外のもので、あ、個人的に1個ちょっとしたいのが、なんかアップグレード英文法語法っていう本があって、はいはいはい、まあ、その文法問題も、まあ、センターレベルで、まあ、絶妙なんですけど、後ろについている発音アクセントのまとめが、まあ、すごく分かりやすくて、まあ、個人的にはおすすめかなと思っています。はい、これですね、はい、このように発音アクセントの、ね、やつがある。そうですね、まあ、ルール別にまとまってもいるし、間違いやすいものみたいなことでもまとまっているので、まあ、特にすごく見やすくて使いやすいので、まあ、個人的には好きかなと思います。うんうん、文法の方はまあ本当にベタですね。書店にてご覧ください。
なるほど、アップグレードの回しもんだったんですね、はい、いやすいませんね、これですか、そう、同じこと思ったね、今ね、なんかこれはね、数件出版の回しものです読解はあります、読解はぶっちゃけやっぱ過去問と模試の過去問に尽きるんじゃないですかね、予備校の直前予想問題、うん、あります、寸大も授業でセンター試験あります、ありますみんな問題だけ解いて帰るみたいな、東大クラスとかだと答えだけもらって帰りますよね、まあってのもあると思いますし、そうですね、まあ、そもそも講座を取らない、あなるほど、センター190とか200とか取れる人はそもそも講座を取る必要がないので、うん、本当に思いました、そういう 、はい、帰っていくんですよ、だからそうです、ね、まあ、そうですね、答えだけもらって帰っていくけど、そうなりますよね、もしそんなにできるんだったら、逆に取る意味ねえだろっていうツッコミがあるんで、そもそもこれ何当たるとでも思ってんのセンターじゃ直前までどういう感じで過ごしてました、まあ、まずね、俺はセンター試験受けてないっていうところから